岡和城の戦い。信長、伊勢北畠氏の打倒を目指す。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、岡和城の戦いについて紹介していこうと思います。1568年10月、足利義昭とともに上洛を果たした織田信長ですが、次に狙いを定めたのは国司大名北畠氏が支配する南伊勢でした。しかし北畠氏は南北朝時代に活躍した秋吉以来、230年にわたって伊勢に君臨してきた実力者です。そう簡単には倒せない難敵だったと言えるでしょう。織田対北畠の全面対決となった岡和城の戦いをクローズアップし、対決の行方を詳しく解説していきましょう。伊勢国司北畠氏とは、北畠氏は戦国大名といっても生粋の武家ではありません。古くは平安時代末期、大納言中野院道方を祖に持ち、政家の頃に京都北畠に住んだことから北畠氏を名乗るようになったといいます。その後南北朝時代に入ると北畠親房顕家父子を輩出し、南朝きっての中心として存在感を表しました。やがて親房の三男顕家は国司となって伊勢へ下校し、北畠宗家は伊勢を拠点としたのです。南北朝時代が終わって足利の世になっても、北畠氏は南伊勢を中心に独自の支配権を持ち、戦国大名として生き残ってきたという経緯があります。いわば北畠氏は公家でありながら武家でもあったわけで、戦国時代の北畠当主智則も称賛味権中納言という高い位階を持っていました。ちなみに足利将軍家の位階は一つ上の従二位ですから、その価格の高さがうかがえますね。そのため代々の北畠当主及び一門たちは御所と尊号で呼ばれたのです。さて北畠氏は第8代当主智則の頃に全盛期を迎えています。1553年に家督を継ぐと、北伊勢で勢力を持っていた長野氏を力で下して、次男智富士を養子として送り込みました。また志摩半島で勢いのあった久喜氏を滅ぼして、志摩の国全域の支配を確固たるものにします。さらに険しい紀伊山地を越えて大和の国東部へ進出し、宇田郡を支配下に収めました。智則は武を持って周辺勢力を次々に切り従えていったのです。さすがに剣豪大名といったところでしょうか。1563年に家督を智房に譲るものの、智則はまだ36歳、もちろん老け込む年ではありません。隠居しながらも政権は手放さず、二党体制で政略を進めていたのではないでしょうか。安泰に見えた北畠氏でしたが、織田信長が虎視眈々と伊勢を狙っていました。やがてその矛先は北伊勢に向けられることになるのです。北伊勢を支配下に収めていく信長、木曽三川の河口部に位置し、中洲となっている地域が長島です。ちょうど尾張西端部と接しており、信長がまだ尾張一国の時代から土地をめぐって対立することもあったようです。1567年8月、美濃の国主斎藤辰興が稲葉山城を追われ、長島岩礁寺へ逃げ込んだことを知った信長は、これを大きな好機と捉えました。辰興や岩礁寺にプレッシャーを与えるために素早く軍事行動を起こしたのです。当時はまだ一向一揆と全面対決に及んでいない時期でしたから、岩礁寺を直接攻撃することはしません。その代わり周辺の国衆たちが標的となったのです。同年のうちに信長は北伊勢侵攻し、北畠氏の支配下にあった城を攻撃しました。さらに翌年2月になると、長野市、神戸市、
関氏といった期待せの有力者たちがターゲットとなりました。長野一族である細野藤敦は安納城にこもって織田軍に抵抗しようとしますが、当主長野友藤は藤敦が織田へ転じたとの流言に惑わされました。そこで藤敦を攻めるのですが、逆襲にあって敗北を喫し、実家の北畠氏を頼って落ち延びました。これによって信長の弟信兼が長野氏の当主として送り込まれます。また神戸智盛も織田軍の侵攻を受け、一度は撃退するものの攻しきれず和睦。その条件として信長の三男信孝を養子として受け入れることになりました。最後に残った関守信ですが、和歌山城で抵抗を見せるものの、周辺の書状が次々に織田軍へ屈していく中で降伏を決意しました。わずかな期間で北伊勢が信長の手に落ちたのには理由があります。智則の次男が送り込まれた長野氏は、六角の息がかかる神戸氏関氏と対立しており、そのため有効な抵抗ができずに撃破されてしまったのです。もしこの三家が手を結んで抵抗し、さらに智則による御詰めがあったなら、信長の伊勢侵攻も頓挫していたかもしれません。こうして信長は北伊勢をはじめ港湾都市あの津を手に入れました。これで伊勢湾をめぐる用地を確保したことになります。とはいえ南伊勢の北畠氏を攻めるにも難敵ですから、今回の戦果に満足した上で上洛の都に着いたのでした。弟に裏切られた智則。1569年1月、足利義昭が御座所としていた本国寺が三好残党によって襲撃されました。しかし明智光秀ら幕臣の反撃もあって、敵を撃退することに成功しています。一旦は畿内も平静を取り戻し、信長も余裕が生まれたのでしょう。いよいよ北畠氏の討伐に取り掛かるのです。すると同年5月、北畠智則の弟である小作り友政が織田方に寝返りました。実の兄を裏切るという暴挙ですが、これにはいくつか理由があります。北畠氏が馬揃えを挙行した際、友政の順番が田丸直政、岡内智義、坂内智義の後だったことに大きな不満を持ったこと、さらに友政の居城である小造城は最前線にあたり、真っ先に織田軍の攻撃を受ける位置にありました。そのため織田方の滝川一益から調略を受けていたのです。また友政の重臣である源城院主言や柘植康成らの検索があったといいます。こうして謀反を決心した友政は城の防備を固め、織田軍の一部を引き入れたのです。実の弟の離反を受けて、智則は烈火のごとく怒りました。人質となっていた柘植の妻子を処刑し、討伐軍を小造り城へ差し向けたのです。城を包囲した討伐軍は攻撃を繰り返しますが、平城でありながら城は固く、攻略は進みません。すでに織田の援兵を加えた城内の人数は意外に多く、友政の奮戦もあって最後まで落ちなかったのです。やがて8月、信長率いる大軍が南下してきたという情報が入ってきました。もはや小造り城を落とすどころではなくなり、智則は囲みを解いて撤退していきます。織田に寝返った友政はその先行を認められ、やがて信長の次男信雄の家老となりました。織田の大軍に包囲された岡内城。小作り友政の離反を受けた信長は、南伊勢へ向けて5万とも7万とも言われる大軍を動員しました。柴田勝家、森義成、丹羽長秀、滝川一益、木下秀吉といったそうそうたる顔ぶれが参陣しています。さらに浅井氏の援軍も加わっていました。桑名を経由して白子、そして8月23日に小造城まで軍を進めた信長は、
ここで軍議を開いて南伊勢攻略の方針を決定、指示していたものと思われます。一方、北畠智則は岡和城に入って牢城の構えを見せました。ちなみに北畠氏の本拠地は10キロほど内陸にある桐山城だったのですが、険しく守りやすいものの8000の軍勢をこもらせるには狭すぎました。岡和城を中心とした四条軍を機能させることで優勢な織田軍を迎え撃とうとしたのです。信長はまず南西にある八田城を包囲し、ついでさらに南にある安宅城へ降伏勧告の使者を送りました。しかし城主の大宮入道元人祭はこれを拒否、そこで木下秀吉を先陣として安宅城を攻め立てました。この攻防戦では秀吉自ら先頭に立って切り込み、激しい戦いが繰り広げられました。秀吉が生涯唯一負った傷もこの時に受けたものです。安宅城はその日のうちに落ちますが、信長は周辺の市場に抑えの兵だけを残し、脇目も振らず岡和城を目指しました。城へ迫った信長は本陣を北東にある葛瀬山に置き、諸将の陣を付近の山々に配置して包囲する体制を取ったのです。また攻めやすいように城下の町を焼き払ったといいます。8月28日に包囲を完成させた織田軍は、早速翌日に小手調べとばかりに池田恒興、磯野一正らの軍勢で攻めさせます。しかし城は第一城にあるために攻めあぐね、いたずらに損害を重ねるばかり、両部隊は大損害を出しつつ後退しました。そこで岡和城の周囲に20、30の獅子垣を巡らせて閉じ込め、北畠勢を圧迫する作戦に出ました。敵の戦意を喪失させて降伏を誘ったわけです。しかし何日経っても城が降伏する素振りは見せません。そこで信長は諸将に命じて再度攻撃を命じたのです。9月8日深夜、小雨の中を丹羽長秀、池田恒興、稲葉一徹らの部隊が城の絡め手から攻めかかり、時の声を上げて城門へ殺到しました。鉄砲の圧倒的な威力によって城の備えを破り、今度こそ攻撃が成功するはずでした。ところが小雨は大雨となり、鉄砲の火縄を濡らしたのです。まさかこれほどの雨になるとは。織田軍が頼みとしていた鉄砲はまるで使い物にならず、攻撃が緩んだ隙をついて城方が逆襲に転じてきたのです。あれよという間に鉄砲玉を食らった織田兵がバタバタと倒されていきました。火力で圧倒していたはずが、それ以上進めぬまま撤退を余儀なくされ、夜襲は完全な失敗に終わったのです。ついに和睦、北畠一族の運命は。2度目の攻撃が失敗に終わったことにより、信長は方針の転換を迫られました。力攻めを避けて長期包囲による兵糧攻めに切り替えたのです。翌日、滝川一益に命じて桐山城下を焼き討ちにし、さらに近隣の村々にも放火して人々を岡和城へ追い込みました。城にこもる人数を増やして兵糧を早く消費させるためです。一方、配下に加わった久喜義隆に命じて海岸を封鎖させ、岡和智義がこもる大淀城を落城させました。こうして1ヶ月ほど牢城戦が続きますが、10月初旬になると織田軍から攻撃を仕掛けています。これは本格的な城攻めではなく、揺さぶりをかける意図があったのでしょう。滝川一益がマムシ谷から攻め込んだものの、崖の上から間断なく鉄砲や矢を撃ち込まれて攻撃は退けられました。この時に滝川勢の倒れた陣馬が谷を埋め尽くしたとも。織田軍の攻撃を跳ね返していた北畠勢ですが、長い包囲で兵糧は枯渇し、飢えに苦しみ始めていました。一方、織田軍も余裕があったわけではありません。
三好の残党がいつ息を吹き返すか分かりませんし、大軍をずっと南伊勢に高置しておくわけにはいかなかったからです。やがて条件がまとめられ、信長の次男信勝を友房の養子として迎えることで和睦が成立しました。いずれ信勝が北畑の家督を継ぎ、血を流すことなく南伊勢が手に入るわけですから、信長としては上々だったでしょう。また伊勢国内にある城の破却や関所の撤廃なども条件に盛り込まれ、10月3日に北畠府氏は岡和城を出ました。信長も伊勢神宮に参拝した後、意気揚々と岐阜へ凱旋したそうです。しかし北畠智則は諦めてはいなかったようです。その後、足利義昭や武田信玄らと連動して信長包囲網を画策し、信長の疑念を買ってしまいました。やがて信長、信勝の意を受けた旧臣たちにより一族もろとも粛清されてしまうのです。まとめ、北畠智則が信長に敵対した理由、それは武家貴族というプライドが織田に服従することを許さなかったからでしょう。由緒ある国司の家格だったからこそ、成り上がりの信長に頭を下げるわけにはいかなかったのです。これは朝倉義景にも共通して言えることですが、自分と信長の実力の違いを冷静に判断できなかったこと、それが滅亡へとつながってしまったのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。